ボルクバルト・コリブリ・ビュッケブルクヘリコプター博物館に展示されているボルクバルト・コリブリの模型ボルクバルト・コリブリはハインリヒホッケの設計、西ドイツの自動車メーカーのボルクバルト社で製作された三座の多用途ヘリコプターである。本機は第二次世界大戦後にドイツで開発された最初のヘリコプターであった。1958年6月8日に エバルトロールフスの操縦で初飛行を行い、2機の試作機が製作された。交換フレームに金属製外皮が貼られた胴体を持ち、ハフバリの V 字型尾翼の先端にはテールローターを備えていた。3枚ブレードの主ローターは交換を芯にした木製で、エンジンは出力 260HP のライカミングボーカル 435A1 バイトを搭載していた。 容量180リットルの燃料タンクを持つ本機は農業分野での散布作業に使用することができ、最大300ポンズを搭載可能であった。1961年にボルクバルト社が倒産すると間もなく、本機の開発は2機の試作機が完成しただけで終了した。出展、テーラー 1974P404 証言性能。ありがとうございます。